ニムラトカウルはインドの女優。代表作には巡り合わせのお弁当、ホームランドがある。ラージャスターン州ピラニの宿京都家庭に生まれる。父はインド陸軍の将校であり、妹ルビナはベンガルールで心理学者として活動している。一家はパティアーラーに移住し、ニムラトは同地のヤダビンドラ公立学校で教育を受けた。1994年に 父がカシミール人テロリストに拉致、殺害され、一家はノイダに移住して、ニムラとは同地のデリー公立学校に進学した。その後はデリー大学シュリラーム商業校で商業の閣僚を取得した。エアリフト緊急空輸のイベントに出席するニムラとカウル大学卒業後、ニムラとはムンバイに移住して、モデル活動を始めた。その後は舞台女優として、 スニール・シャンバーグやマナーブ・カウルの演出するバグダット・ウェディング、オール・アバウト・ウィメン、レッド・スパローなどに出演した。2004年にはアップル・バース・ラニが手掛けたクマール・サヌーのテラメラ・プヤー、シュレヤ・ゴ・シャルのイエー・キャファに出演している。また、テレビコマーシャルにも出演している。2006年にアメリカ合衆国の映画ワンナイト・ウィズ・ザ・キングで早く出演した。2012年に アヌラグカシャップのペドラーズでボリウッドデビューし、同作はカンヌ国際映画祭で上映され好評を得た。ニムラとはキャドバリーの広告に出演したことをきっかけに知名度を上げた。2013年に出演した巡り合わせのお弁当は第68回カンヌ国際映画祭の国際批評家週間で上映され、批評的、工業的に大きな成功を収めた。ニムラとは 夫との関係が冷え切った中で、イルファアン・カーに演じる男性サージャンと恋に陥る女性、イラ役を演じ、批評家から演技を絶賛された。rediff.com のラジャセン、バラエティ誌のジャイ・ウェイスバーグ、ザ・テレグラフのプラティム・ディー・グプタなどが彼女の演技を高く評価している。2014年にアメリカのテレビシリーズホームランドでパキスタン軍統合情報局エージェントの タスニーム・クレイシ役を演じた。同年に、サウラ・ブシクラの監督映画で、ラージ・クマール・ラ・オと共演することが発表された。2016年には、エア・リフト緊急空輸で、アクシャイ・クマールと共演した。同作はクウェート進行時のクウェートからのインド人脱出を題材にしており、ラジーブ・マサンドなどの批評家から高い評価を得た。また、工業的にも大きな成功を収めている。 同年には、アメリカのテレビシリーズ、ウェイワード・パインズにも出演している。2017年にウェブシリーズ、ザ・テスト・ケースで、主人公・シーカー、シャルマ役を演じ、2020年には、ホームランド第8シーズンに出演している。ディー・ピカー・パード・コーンと、ラン・ウィール・シンの結婚披露宴に出席する、ニムラ・トカウル。ありがとうございます。